十倉春は日本の教育者、お茶の水女子大学名誉教授、香川県中多度郡南村出身。専門分野は女子体育と幼児教育で学校ダンスの第一人者と呼ばれた。レコードなどに残したオリジナルのダンス用の楽曲はおよそ800曲に及び、教え子によって広められた十倉のダンスは日本各地の学校で伝統として継承されている。1896年11月9日に香川県中多度郡南村田村にて、父、十倉宇吉、母、十倉英の長女として生まれた。十倉家は代々村長を務めてきた家系で、十倉は父母、祖父母の愛を一身に受けてのびのびと育った。毎日のようにおとぎ話を聞いて育ち、特に浦島太郎や桃太郎が思い出に残ったと後年に語っている。5歳の時に妹の夏が生まれ、以後生涯仲の良い姉妹関係が続いた。学齢期になると近くの小学校に進学し、遠方に丸亀城や飯野山を望む豊かな自然の中で少女時代を過ごした。後の十倉の作品に登場する故郷のイメージはこの頃に胸に刻まれた風景であった。小学校卒業後、香川県丸亀高等女学校補習科に進学した。勉強熱心で教師から可愛がられ、帰宅が遅くなると父が提灯を持って迎えに来るほど大事にされていた。当の十倉は何度も父が迎えに来ることに嫌気がさし、帰路で迎えの父と出会っても知らんぷりして、早足で帰宅したという。1915年3月、丸亀工場を卒業し、同年4月に東京女子高等師範学校附設の第6臨時教員養成所加治科第1部に進学した。加治科には第1部と第2部があり、十倉が入学した第1部は第2部よりも体操や音楽の授業が多いという特色があった。ここで永井同盟から合理体操、飛び箱、平行棒、六木、はしごを使った体操を二階堂徳代から機械体操、ダンス、スウェーデン体操を学んだ。特に夜まで厳しい指導を受けた二階堂の授業が強い印象を与え、二階堂から教わった三人遊びなどのダンスは生涯十倉の中に生き続けた。とはいえ、所属はあくまでも加治科なので、専門的に学んだのは加治科が中心であった。1918年3月、修身、家事、体操の教員免許を取得して卒業した。1918年4月、高知県師範学校の教諭兼社官に着任した。当時21歳であった十倉は、袴姿に網上げの靴を履いて颯爽と歩いていたことから注目を浴び、セーラー服にブルマを身につけて、体操の授業を行い、女学生の憧れの的となった。生徒は、十倉の服装を真似ただけでなく、十倉のような体操教師になろうと、十倉の母校、東京女講師を目指す者も出現した。この頃の教え子に、村上茂、河合富江がいる。高知師範で教えたのは、恩師、二階堂直伝の新しい体操やダンスで、指導力の高さから、高知県各地より、講習会の依頼が届き、土日も休まず体操指導に明け暮れた。十倉が課した体操は、当時の女子体育の相場からは考えられないほどのハードな運動量であったという。この頃の高知師範は、当時の日本国内では珍しい男女共学であったため、十倉の活躍に男子体育担当の山本義松らが発奮し、後に日本体育会を代表する宮、畑虎彦、鶴岡栄吉、今村義夫らを輩出した。1922年4月、もう一度専門的に体操科を学び、自信を持って指導したいという思いから、高知師範を辞して、東京女講師研究科に入学した。東京女講師に戻った時、永井はまだ在籍していたが、二階堂は永井と対立して、東京女講師を退職し、二階堂体操塾を創立したところであった。二人の恩師の対立に心を痛めた一方で、温順な性格からどちらに対しても学生であるという姿勢をとった。十倉は永井に同行して、学校体操教授養目の普及活動を手伝い、永井を守るように援助したことから、永井から唯一の愛弟子とみなされた。研究家では、友人と帝国劇場へアンナ・パヴロワの瀕死の白鳥の公演を見に行って、感銘を受けたり、ワルター・ブラントから動物の模倣体操を習ったりした。ここで、永井から幼児の体育を研究することを勧められ、卒業論文、子供のダンスを書き上げて1924年3月に終了した。東京女工史研究科の卒業後、1924年4月に東京府立第六高等女学校へ赴任し四谷の酒屋での下宿生活を開始した。第六高女の校長、丸山丈作は体育に理解があり、施設整備に力を入れていたため、新しい体育館で授業を行うことができた。都倉は自ら作成した教科書で授業を行い、徒歩の奨励、正しい姿勢の維持、健康管理などを行い、ダンスの授業では二階堂から教わったメイポールダンスや自身の創作ダンスを教えた。冬季には雪国でスキー実習を行ったが、この時は現地の人が教師となり、都倉は生徒に混じって転びながらスキーをしたという。1926年からは二階堂体操塾より改名した日本女子体育専門学校で非常勤講師を務めることになり、二階堂との交流を再開した。第六高女の教員生活の傍ら、ダンス研究を本格化させていき、1925年7月25日7月26日の両日、日本幼稚園協会主催の講習会にて270人の参加者の前で、創作ダンス、夕焼け小焼け、シャボン玉など、計9作品を披露した。この時、伴奏を手掛けたのは、第六高女の同僚、小林つやえで、以後小林との合作による作品が多数生まれることになる。またこの講習会に出席していた、倉橋宗三から激励されたことで、幼児のダンスを追求する決意を固めた。1927年、白金台に引っ越し、初の著書、昇華遊戯を出版した。同書の序文は永井が寄稿し、都倉の研鑽を称える内容となっている。月刊誌、幼児の教育に、たびたび記事を掲載するようになるのもこの頃で、土川五郎と共に代表的な著者となった。土川は、童謡遊戯の研究者であり、二人は舞踊愛好家を囲んだ交流会を開くようになった。この交流会は昭和初期には毎週行われるようになり、体育ダンスの荒木直則、渋井継夫、日本体育専門学校の赤間正彦、加藤豪吾、沢山駒次郎、女子体育科の藤村豊、伊沢栄姉妹、美濃部隆、二階堂徳代らが出席していた。交流会を通して様々なダンスに触れ、後の都倉独特の創作ダンスへとつながっていくので、あった。ダンスを守る戦い1933年4月、東京女工史に助教授として迎え入れられた。永井はすでに東京女工史を去っており、体育教官には宮田聡作や三浦弘がいた。特に三浦の表現内容を考えながらまとめていくという独自のダンス教授法は、都倉に新たな刺激を与えた。1935年には、宮田と三浦が相次いで退職し、後任に佐々木仁が赴任。翌1936年には、竹之下久蔵も着任した。都倉、佐々木、竹之下の新体制になった体育教官室では、それまで第六臨教にしかなかった体操教員養成課程を東京女高本科にも設置することを画策し、1937年に、文科、理科、家事科と並ぶ第4の学科として体育科を設置した。市の二階堂はこれを祝して両手に花束を抱え、久しぶりに東京女工史に来校した。体育教官室では体育科の設置以外にも女子体育振興会の設立、月刊誌、女子と子供の体育の発行、上野松坂屋での女子体育展覧会の開催など、先進的な女子体育の振興活動を展開した。1938年、教授に承認する。この頃の教え子に、戦後の学校ダンスをリードした松本千代へ、二代目ラジオ体操指導者の上、貞義校がいる。1936年の学校体操教授要目改正作業において、大谷武一、佐々木仁らと並んで、女性として唯一の森林入りを果たした。徐々に戦争が近づいている社会情勢の中、商家遊戯、行進遊戯が要目から削除されるのを阻止し、商家遊戯が尋常小学校1年から高等女学校まで全ての教育課程で採用されたのは戸倉の業績である。しかし、太平洋戦争が1941年に開戦すると、敵性語排除の風潮でダンスの要目からの削除が再検討された。戸倉はダンスによるリズム感覚や市場、感情育成の効用を多数の作品を示しながら訴え、なんとか要目の中に残すことができた。ダンスは小学3年生まで商家遊戯のまま守られ、女学校では音楽運動という名前になり、教材には愛国行進曲、軍艦行進曲など軍国主義的な作品を導入し、ダンス用語を逐一漢字語に置き換えていった。この間、1941年に訓六等瑞宝章を受章、1942年10月に大日本婦人会の開化制定時に振付を担当した。1944年秋、女子低薪勤労令により、戸倉は学生らと共に群馬県へ送られ、農村での勤労奉仕に従事した。畑仕事がうまくできないと嘆く学生に、戸倉は、学生は勉強するのが本分なのだから仕方がないんだよ。そのうちまた勉強ができるようになるから我慢しなさい。と声をかけ、優しく励ましたという。民主化と国際交流第二次世界大戦終結後、アメリカ教育使節団報告書が発表され、従来の体連化は健康生活の確立に向けた体育化に改められ、学校体育研究委員会が1946年に発足した。この委員に戸倉も選ばれ、竹之下久蔵が委員長を務めた。委員会では音楽運動に代わってダンスという名称を採用することを決定し、学校体育指導要項を1947年に発表した。東京女講師はお茶の水女子大学の淵校として生まれ変わり、1949年に東京女講師教授と兼任でお茶大助教授に就任した。東京女高師体育科はお茶、大教育学部教育学科体育学専攻に改組し、学科から専攻へと格下げとなったことに、戸倉はショックを受けた。1955年にお茶大教授に承認し、1962年3月に定年退官するまで勤務した。学外では、大学設置審議会臨時委員、文部省スポーツ振興審議会委員、東京都体育審議会委員などを務めた。この時期にも創作ダンスを生み出し続けたが、文部省の方針は、生徒が自らダンスを創作するという流れになっており、戸倉の作品は参考作品として扱われた。1953年、文部省の派遣により、フランス・パリで開催された第2回、国際女子体育会議に出席した。ここで、ドロシー・エインズワース会長ら多くの女子体育家と知り合い、イタリア、スイス、オランダ、フランス、西ドイツ、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、イギリス、アメリカを歴訪して、欧米の体育の状況を視察し、日本に帰国した。同年、一宮美智子と共に、国際体操連盟総会に日本代表として出席した。翌1954年6月19日にお茶大で日本女子体育連盟を発足させ、8月5日に第1回日本女子体育連盟総会を開催した。1955年に役員を選出、戸倉が会長に就任した。一方、1957年第3回国際女子体育会議、1961年第4回会議にも連続参加した。1962年にお茶大を退官した戸倉は、直ちに日本女子体育短期大学の教授に着任した。長らく非常勤講師として勤務してきた恩師、二階堂が設立した学校で正規の教員となった戸倉は、学校法人二階堂学園に4年生大学を作る二階堂学園大学設置規制会の会長に推挙され、資金調達、関係団体との折衝、高地買収と校舎建設、教具整備に陣頭指揮を取り、教授陣の将兵に辣腕を振るった。1965年4月1日に日本女子体育大学が開学すると、その教授に就任した。姫からだでもダンスの創作意欲が尽きることはなく、作品は最高の境地に達した。この間、1964年東京オリンピックの開会式では都倉が集団演技の全体指導を担当した。1965年には西ドイツケルンの第5回国際女子体育会議に出席し、次の第6回大会を東京に誘致した。またこの時、国際女子体育連盟の副会長に就任した。1966年、エインズワース元会長と DM 会長が来日し、国際女子会議東京大会の主題案を提示したが、都倉と準備委員会のメンバーは日本が誇り得る領域を主題にしたいと、体育の伝統と現代の形式を提案して認めさせた。1967年夏、永年講師を務めてきた日本幼稚園協会の講習会で最後の指導を行った。1968年9月16日午後9時59分、十二指腸潰瘍のため、東京大学医学部附属病院で逝去した。71歳没。葬儀は9月19日に、大塚の自宅で密葬にて執り行われ、9月21日に、姫からだの大学葬が営まれた。死後、従三位に女子、勲三等宝冠章を授与された。生前、友人に求められて、次のような心情を綴った。都倉の急逝を受けて、日本女子体育連盟は、松本千代を次の会長に選出し、松本会長の下で、第6回国際女子体育会議東京大会を開催した。会議のプログラムには、日本における学校ダンスの歩み、都倉春先生を偲んで、というテーマが掲げられ、幼児から大学生まで100人超がレクチャーと、デモンストレーションにより都倉の業績と人となりを世界に発信した。都倉の蔵書364冊は、故郷に住む都倉の親族によって、丸亀市立図書館へ寄贈された。また、母校の城南小では、総合的な学習の時間で5年生が都倉について学習したことをきっかけに、2005年3月に、運動場の南東角に、都倉の顕彰碑が建立された。普段は常に笑みを浮かべた温和な人物であった。一方では内に秘めた真の強さを持ち合わせており、その強さは戦中のダンスを守る戦いで発揮された。創作にはひたむきかつ純粋に臨み、ピアノ伴奏の一音のミスや踊り手の一挙手一投足のミスさえ許さない姿勢で雑音のない洗練を理想とした。他人への配慮を欠かさない人物で、地方の講習会へ同行した及川文は、列車に乗れば座席や荷物、宿に着けば部屋、食事、風呂と事細かに気を配られたと追悼文に記している。移動する車内ではよく母親の話をしていたといい、親を大切にしなければと語っていた。その話の合間には詩集を読んでいた。米飯が好物で田園風景を眺めながら、私の一年中食べるお米が田んぼの広さにすればどのくらいの大きさかなとつぶやいたことがある。都倉は丸亀工女で松本千代の母が担当する家事の授業を受けた。1930年夏、別府温泉で都倉と松本の母は偶然に再会し、当時小学4年生だった松本はここで初めて都倉と出会った。その後、東京女工士に進学した松本は、都倉から指導を受け、同じダンスの道に進むことになる。松本と都倉が深く関わるようになるのは、松本の東京女工士研究科進学以降である。入学してすぐ、松本は都倉の講習会助手として同行し、札幌から東京、下関、釜山を経て、満州国の新疆までの長旅を経験した。帰国後の東京は空爆の連続であったが、都倉は、空襲警報が解除となるとすぐに防空壕を飛び出して教授用目にダンスを残す研究を開始したという。学校体育指導要項の委員として活動中、松本は理解者が少なくて悩んでいたところ、私は二階堂先生に私淑したが、同じに流行らなかった。松本くんも自分の思うようにやれよと声をかけ、松本を激励した。また学習指導要領の作成中には、もし納得できなかったら、席を蹴って帰ってこいと、戦中の自身の経験を踏まえて助言した。戸倉のダンス館、指導官は、研究者、教育者、教授要目の委員としての立場から、時代の要求を反映したものであった一方、自然、動物、人間に深い愛情を持ち、本来の姿を洞察しようとする独自の考えを反映したものでもあった。自身の生活態度から自然に生徒を導くという考えを持っていたため、戸倉本人はダンス理論についてあまり多くを語らなかった。戸倉は二階堂からダンスを学んだが、二階堂と全く同じ考えだったわけではないと自ら語っている。二階堂のダンスが体格の改善を意図したものであったのに対し、戸倉のダンスは心身の教育を意図したものであった。一方、戸倉は心を込めて踊ることができる振り付けのために視線を重視したが、視線を大事にする考え方は二階堂から学んだものである。時代や対象を超えて一貫して用いられたダンス表現に優美さが挙げられる。戸倉の言う優美さとは、歪みやズレのない体の中心に常に重心が保たれる状態を指し、指導法の中に繰り返し用いた言葉である。現代のダンスは体の限界に挑戦するような動きを特徴としているが、戸倉のダンスは当世の日本社会の雰囲気を反映して、慎み深く洗練された写生の美を特徴としていた。昇華遊戯、後進遊戯の時代当時の学校体操教授要目では、ダンスは、昇華遊戯及び後進遊戯として扱われ、体操の授業で採用されていた。この時期は、まず教材作りとして創作ダンスを生み出していた。最初の著書、昇華遊戯には、文部省昇華のほか、どこかで春が、や、シャボン玉などの愛称歌をダンスにしたものを14種類、収録している。この本の中では、歌詞の意味に沿った自然な動作を行わせるという戸倉の基本的なダンス感がすでに現れている。1931年の学校ダンスでは教材作りから一歩前進して教材の選択、教授上の注意と教授法、基本歩法など多岐に言及している。生徒の心身の発達を考慮すること、想像の余地を残して教授することなどの記述があり、対象自由教育の流れを組んでいることが伺える。戸倉が改正作業に参加した1936年の教授要目では、昇華遊戯及び後進遊戯は、基本練習、昇華遊戯、後進遊戯の3つの領域に分けられ、基本練習では、基本歩法、基本体制、応用体制、昇華遊戯では、荒城の月、寧楽の戸などの日本の楽曲を使ったダンス。後進遊戯では、ポルカセリーズ、カドリーユなどの西洋のダンスが採用された。この教授要目で、初めて採用された基本練習は、国正美による学校ダンス批判を受けて、その欠陥を補おうと戸倉が追加したものである。基本練習の導入により、それまでの性的、模倣的な表現術に躍動的、リズミカルな技術が加わり、表現の幅が拡大することになった。改正時、体育ダンスは芸術か体育かという議論がなされたが、女子には鍛錬的な教材はそれほど採用されなかった。バレエの手足の訓練を基礎に置いており、上層頭野を目指す教材に特色がある。小学校から高等女学校まで採用された昇華遊戯及び後進遊戯は、他の体操科教材と異なり音楽を伴った運動であり、選択する楽曲は、児童生徒の発達に応じて変えるべきとした。旋律の美しさを重視して選曲し、幼児、児童対象のダンスは、軽快さや明るさを、生徒対象のダンスは愛情を帯びたものを用いることで、発達の差をつけている。ダンス表現でも、幼児、児童のダンスより、生徒のダンスの方が可動性が高められている。一方、落葉の踊りなどは内容を優しくすれば、尋常小学校1年生でも教材として扱えるし、高度化すれば高等女学校での採用にも耐えうるとしている。音楽運動の時代この時期の学校ダンスは音楽運動として何とか名脈を保った。空襲警報が鳴り響き、東京女高市にも焼夷弾が落とされるような緊迫した中で、都倉は教授要目にダンスを残すために研究を続けた。都倉がテーマを提示し、生徒が踊ってみせ、これを修正していくという手法で、教授要目に残すダンスとして、音楽運動の教材作りを進めた。要目改正の委員会では、毎回のようにダンスに反対する意見が出され、都倉は子供の発達に、リズム、感情の育成がいかに重要か、涙ながらに訴えた。ある時、東京女高市体育館に陸軍の軍人がずらりと並び、都倉の教え子は黒金の力を踊ってみせた。これは陸軍による教材の検閲だったとみられる。出来上がった教材はスウェーデンのフォークダンス、ブレッキングを改作した、駒の動きや海浮かばや愛国行進曲に振り付けを施したものであった。また、ダンス用語の和訳に努め、一拍飛べふ、追歩、ブリ足飛べふなどの訳語を作った。音楽運動は従来の唱歌遊戯及び行進遊戯と比較すると基本練習を重視するものであり、動作の美や情緒の美的表現は圧縮された。都倉は基本歩法、基本体制、応用体制からなる基本練習を強調することで、歩法と結合した状態運動としてダンスを残したのである。結果的に音楽運動は時代の雰囲気に即した伴奏付きの体操という程度の無味乾燥なダンスになったが、都倉の脳裏にはリズムに合わせて楽しく踊る子供たちの姿があった。ダンスの時代昭和30年代までの日本で行われていた学校ダンスには3つの系統があり、都倉の創作ダンスは宝舞と呼ばれる鹿鳴館以来のスクエアダンス系と、明治時代後期に導入されたファーストダンスと並ぶ主要なダンスの系統であり、公立、私立を問わず、広く中学校、高等学校で採用されていた。しかし、国正美が従来のダンスのあり方を批判し、学校ダンスの先頭にいた都倉は批判の矢面に立たされた。国の理論は学校ダンス界を席巻し、都倉も一応は認めたものの、あくまでもダンスは、学校教育の一環という自説を曲げることはなかった。例えば、荒城の月のような感傷的、無情感を帯びた作品をダンスに仕立てる際に明るい希望を持って終わらせているものがいくつかあり、教育者としての都倉の姿勢を伺うことができる。戦後のダンスの創作は自由主義を基調とした創作であり、文部省は既存の作品を取り上げるのではなく、生徒が自分たちで作り上げたダンスを行う。という方針で進めようとしていた。このため、都倉が発表した創作ダンスは、いつしか参考作品と呼ばれるようになり、このことに不満を漏らしたことがある。都倉は、文章を書くのに多読が必要なように、絵を描くのに模写が大事なように、創作ダンスをするにもまずは、模倣が大事との考えから、基本動作を重視した作品を作り続けた。戦前の規制から解き放たれたこの頃の作品に、乙女の祈り、荒城の月変奏曲、花などがある。作曲では、服部匡と組むことが多く、2拍子や4拍子が多い、ダンスに3拍子を持ち込むという独特の感性を持っていた。服部は、形式を借りて、女性に美しさを授けようとしておられるのだと思ったと語っている。基本重視の都倉のダンスは、導入教材として価値が高く、日本の学校ダンスに深く根を下ろすことになる。現代への継承都倉のダンスは、お茶代や姫からだの卒業生が勤務校で指導し、公認教師は彼女らから指導法や作品を教わり、学校の伝統として継承していった。都倉のダンスが日本全国に広まったのは、実り、タゴトの月などの作品が緩和な運動で品位があり、運動会に花を添えるものとして受容されたことや、ダンスの基本要素を含み、教材としての価値が高かったことが理由である。長野純子と安弘美智子は2010年現在の伝統のダンスの継承状況を関東地方の8校で調査したところ、東京女学館、北鎌倉女子学園、横浜双葉、桜蔭、豊島岡女子学園の5校で、都倉のダンスを継承し、普段の授業や運動会で踊っていた。他にも、清楚の女学院中学校、高等学校が1948年以来、都倉が振り付けしたファウストを文化祭のメインとして継承し、栃木県立真岡女子高等学校では1965年頃より、都倉のダンスに若干のアレンジを加えた、工場の月幻想を体育祭で伝統として継承している。姫隊舞踊部は、部の紹介で、都倉のダンスを継承していると記している。都倉は、個人や少人数集団のためのダンスだけでなく、大集団のためのダンスも数多く手掛け、踊りを楽しむフォークダンスを紹介した。都倉は大集団のダンスについて、菜の花のように踊ると表現しており、個々人が目立つようなダンスではなく、集団が心を一つにしたダンスを志向した。マスゲームの作品制作は1950年以降活発化し、題材としては花、水、春を好んで採用した。所作としては、ステップを多用した柔らかな動きと絵もどこかに取り入れるという特徴がある。マスゲームに使用した楽曲の3分の2は、日本人の作曲によるもので、日本人の心を大事にした、都倉の性格が反映されている。都倉のマスゲーム作品は、1950年以前、1951年から1960年、1961年以降の3期に分けることができる。大正から昭和戦前期の幼児教育は、倉橋荘さんの東京女高市附属幼稚園での実践が世の中を席巻し、幼児の唱歌遊戯、行進遊戯については、都倉の創作したものが多く採用された。しかしながら、都倉の幼児教育に関する学術研究は、ダンス研究と比べるとあまり進んでいない。また作品は数多く残しているものの、論説は数えるほどしか執筆していない。都倉が幼児教育に興味を持つきっかけは、東京女高市研究科に在籍中、永井同盟から幼児の体育の研究を進められたことである。永井は一般に、スウェーデン体操中心の人物だと思われているが、都倉は長井から幼児向けの靴屋さん、たこ揚げを教わったという。また研究家時代に、ワルター・ブラントから習った動物の模倣体操からも影響を受けている。その傍聴として、猫の体操、熊ちゃん体操など、動物の動きを真似た作品を多く創作していることが挙げられる。また他の幼児向けダンスでも、餌を鯉に投げ与えた様子など、模倣表現を多用し、すべての作品でイメージと動きが明示されている。幼児向けの初期作品は、体幹をほとんど変化させず、手や顔の向きで表情を作っていた。都倉は、当時の教育思想にのっとり、幼児の自発性を強調し、これを妨げぬよう動作の技術や、技巧の指導にとらわれないよう注意を促している。こうした注意をしているのは、昭和初期の幼児の唱歌遊戯の指導が技術偏重で子供の持つ大まかな味に乏しく伸び伸びとしていないと感じたからである。振り付けには次の3種類があると述べている。歌詞のままに表す例えば手で花が咲く様子を表現すること。歌から来る感じを表す対感情を表現すること。歌の登場人物の性格を表す。マイナス登場人物になりきって表現すること。以上の振り付けを子供の自由な表現に任せるために単純な思想と内容とを持った動作の簡単な教材を選択すべしとした。幼児が正確に踊ることよりも音楽やリズムに合わせて体を動かし、その動作に感情を込めることが重要であると繰り返し主張し、幼児の代弁者として作品作りを続けた。1927年から1943年までに書物の形で発表した102点の作品を主題別に分類すると最多は人形、ブランコ、鬼ごっこなど遊びに関するものの23点で以下自然現象に関するもの動物、虫に関するもの、植物に関するものと続く。この題材選択は子供が生活や経験の中で触れたことがあるものではなければならないという考えが反映されている。終戦後、徳良の幼児の遊戯に関する興味関心はさらに高まり、その作品教材集は30冊を超えている。徳良は第2回国際女子体育会議に出席し、いつかこの会議を日本に招致したいという思いを抱いて日本に帰国した。そのためにはまず日本国内の女子体育の組織と研究を充実させる必要があると考え、1954年8月に日本女子体育連盟を創立した。翌1955年に役員を選出し、会長に徳良、副会長に伊沢栄、理事長に竹内菊江が就任した。続いて、日本女子体育連盟は1954年に卒業論文発表会と夏季女子体育講習会を開始し、世界女子体育の動向、学校ダンスの指導法研究、女子体育の研究資料小録を立て続けに刊行した。1965年には第1回全国女子体育研究大会を開催し1200人の参加者を集め、1966年11月15日には連盟が社団法人に認可された。こうして日本の女子体育界をまとめ上げ、国際女子体育会議東京大会の下地作りを整えたところで、徳良は病に伏し、大会の開催を見届けることなく死去した。この間、国際女子体育会議には、第3回に5人、第4回に15人、第5回に40人と日本人参加者が増えていった。徳良はこのすべての会議に出席した。ありがとうございます。